美術館、それは美意識を磨く場所。世界のビジネスエリートに必須の教養が集まっています。しかしそこにはもう一つの側面が。失敗しないデートスポット。二人で一つの作品を見ながら濃厚な時間を過ごすことができる美術館は恋を育むのに最適。このコーナーでは日本で最もキザな画家こと中島健太が都内で開催中の美術展をモテ目線でご紹介。題して中島健太の必勝モテる美術館。はい、健太さん始まりましたよ。はい、はい、どういうことですかこれは。まあ、美術館に行けばモテるんじゃないかっていうね、あの雑な振りで始まってますけど、でもモテると思います、僕、本当に。まあ、大体なんかデートって言うと1回ぐらいは、まあ、あんまり美術わかんなくても行っちゃいますからね。そう、映画館行くよりも、やっぱ美術館行った方が、大体額一緒なんですよ。それでも知識があるなら、行ってますけど、なんか、上辺の知識で行くと怪我しますね。なんかね、恥ずかしい。いや、でもそうですよね。うん、なんかすごいよ、知ってたらちょっとかっこよく見えるけどね。そう、だから、そういうこう、上っ面しか知らなくてもかっこよく見えるっていうところを、皆さん身につけていただきたい。はい、今日はそれを学べると。はい。はいはい、このコーナーでは、美術館デートを成功させるために不可欠な知識や、ツーブレるフレーズなどを中島さんに教えていただきます。はい。さあ、じゃあ、健太さん、早速。はい。はい。第1回、私がおすすめするのは、こちらです。世田谷美術館で開催中、民芸、美は暮らしの中にある、ということでね。はい。というわけで、僕、先週の日曜に、この民芸の美は暮らしにある店、世田谷美術館行ってまいりまして、はい、皆さんにね、お土産買ってきました。はい、これ、くにこさん、どうぞ、これ。はい。え？私、瓶入れでしょ？まあ、どうもありがとう。ボトルが入ってきた。V のみ動画。嬉しい。で、金子さんにはこれ、はい。かわいい。これ、これ何かっていうとね、あらじを入れっていう。あらじをここに入れるの？入れるんですけど、ちなみにじゃあ、民芸って何ぞやという話なんですが、民芸は、柳宗悦、柳宗悦なんていうふうに言う、読まれることもあるんですけども、1920年代に、柳宗悦らが提唱した民芸運動っていうのが始まりでして、要は、まあ民衆のための民衆の芸術なんていうふうにも言われているぐらい、まあ身近な雑器や、まあ表服とか、まあ伝統的なものから、美を見出して芸術として扱っていこうっていう話で、まあ活動としては日本をきっかけに始まってるんですけれども、まあこの金子さんにプレゼントしたこのアラジオ入れとかっていうのはイランのものだったりする。だからまあ世界中のものから自分なりにその美意識でその民芸っていうものを見出していきましょうっていうことで、まあそんな中でその民芸ってどういうことですかっていうので、まあ例えばこの実用性を備えたもの、無名の職人が作ったもの、民衆のため数多く作られたもの、独自の色や形など地方色が豊かであるものなんていう、そうなると、はい、美術館に足を運ぶというよりも、なんか雑貨屋さん、はいはい、おしゃれな、あ、これいいね、いくらだろうっていうアプローチになっちゃいそう。そういう、そのカジュアルさがあってよくて、僕この民芸店を見に行って、あれ、この要素何かに通じると思って、私気づきました。はい。え？民芸。これバラ団なんじゃないかっていうね。こじつけてきたぞ。まあ聞いてみようよ。あれ滑っちゃってる？いやいやいや、ちょっと、いやいや、まだね。まだ、ちょっとまだもやがかってる。いやいやいや、独自色がある、地方色で、関東ローカル。分業制、複数の人間による共同作業が必要。スタッフも何人かいる。うん、伝統、今年で10年目。うん、残ってる。はい。そして、無名の職人が作ったもの、無名なスタッフによって制作されている。どうでしょうか。だからまあ、民芸とバラ団の親和性、そしてバラ団を見ている人たちとの民芸の親和性。なるほど。これかなりいいです。これデート中にこれ語るんですか。今日はモテやばい人間。モテさんと一緒だよねって。バラ団いいよねみたいな。そうね。モテようっていう。だから世田谷美術館の展示の話に戻させていただきますと、バラ団と共通項があるっていうのはね、分かったんですよ。はい。でもそれを踏まえて、こういうものが展示されてるわけですよ、ね。そうなんです。だから逆に言うと、ものすごいカジュアルに見れます、ね。だからなんか、いわゆるその歴史的な名品とかっていうんではなくて、本当にその、中には、
どっかの骨董屋で、偶然その柳宗悦宗義が発見して、あ、これいいねって言ったものみたいなものが置いてあったりするんで。だいぶセレクトショップに近い。そうです、そうです。だからね、感覚的には本当にちょっとこじゃれた、そのカフェの延長で行けるのが、この民芸店の面白さで、で、なおかつその民芸展示されてるものも非常に面白いんですけど、もうね、ショップが充実してるんですよ。あ、展示以外に。そうです、そうです、そうです。ミュージアムショップがすごく。充実してて、今日皆さんにプレゼントしてるのも、まあ、千数百円とか二千円とか、そのくらいで買える。安いものだと、まあ、例えば、すき紙とかも売ってたりして、それだともう数百円とかで買えたりするんで、これはね、やっぱね、ミュージアムショップデート盛り上がりますよ。一緒にね、一緒に行って、そう。ケンドさんのこのショップに陳列されてるものと、ショップじゃない、いわゆる展示されているものの境はどういうところなんですか？これはね、明確な境は、逆に言うとないんですよ。だから民芸ってまあこういう風に定義付けするとこんな感じなんだけど、本当に重要なのはそれを民芸と見出すあなたの目なわけですよ。はい、だからこう民芸ってこうだよねっていうのも大事なんですけど、僕にとってはこれが民芸っていうのもすごく重要なことなので、値段じゃないよっていう。ただね、これ一個だけ相性が悪い方がいまして、インスタグラムのインフルエンサーとか連れてっちゃうと、やっぱり、ね、ブランドロゴついてないとあの人たち怒るんで。そういうものとは全く対極にある、それぞれの人たちが見出す美っていうものが民芸なので、そういう楽しみ方をしていただけるといいかなと思っております。はい、これなんか、なんかね、わらみたいな。みたいな、あの畳みたいな匂いするの、なんかで手仕事なんですよね、手で編んであるようですね、こういうのは大きさもね、なかなかいろんなものが入っていいですよね。中島さん、最後になりますが、直伝の必勝フレーズを必勝フレーズいただいてよろしいでしょうか。いいですか。え、民芸ってなんか手に馴染むよね。僕が求めてるのってそういうサイズの幸せな気がするな。どうした、どうしたの、どうしたの、どうしたの、なんか、この耳、どうしたの、いや、今のそのなんか自然と金子さんの表情が入ってたのが、いや、なんか、すごいワンシーンでしたね、今。なんかいいですね、この2人。いやいや、すごい絵でしたよ、今。なんかちょっと僕、こっち見えてなかったんですけど。気持ち悪い。ちっちゃい声、気持ち悪い。気持ち悪いってことモテワード。モテワード。モテワード。まあまあ、これはこれとして、でも、その、民芸っていう、こういう、まあ、暮らしの中にあるものに、美があると。手に馴染むんですよ。だからやっぱり変になんかこうブランド物で高いとかじゃなくて、やっぱり手に馴染む幸せみたいなものを見出すのに民芸。そしてそこでのデート、やっぱりね、なんかこう生活感っていうのがね、イメージできると思います。そこで価値観があったら、そう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 。そうそうそう。そうですよ。ね。これいつまでやってるんだろう。これはね、いつまでやってる。民芸店は。チケットプレゼントがあるみたいな。プレゼントがあるんですか？あ、そうなんですよ。はい、ですね、私ね、また持ってきまして。素晴らしい。今回紹介した世田谷美術館民芸展の、チケットプレゼントがございます。5組10名様にプレゼントなので、番組ホームページから皆さんぜひお申し込みいただければと思います。はい。はい。6月30日まで、ね、ぜひご応募ください。めちゃめちゃいい。はい。ケンダさん、ありがとうございました。まだまだ続きます。何耳に気持ち悪い。怖い。気持ち悪い。気持ち悪いはない。